5月上旬、テスラのイーロン・マスク氏のツイッター投稿が話題になりました。日本はいずれ存在しなくなるだろうという内容だったんですが、まあこれ理由を見るとですね、まあ確かになと。当たり前のことだけど、出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう。これは世界にとって大きな損失になるということです。日本は今人口減少に突入しています。これにはいろいろな見方があると思うんですよね。もともと日本の人口というのはまあ多すぎたくらいで、だから今減ってるっていうのは逆にちょうどいいんじゃないかくらいに考える人もいると思うんですよ。ただこの減る過程ってちょっと難しい時期で、だって高齢者ばかりになって子供生まれなかったらやっぱり労働力が足りないですよね。いくら AI だなんだといったところで人間は必要なんですよ。少子化の傾向はコロナもあってか歯止めが効きません。厚労省が今日2021年の人口動態統計を発表しました。それによると昨年生まれた子供は81万1604人で6年連続で過去最少を更新してしまいました。合計特殊出生率は 1.30 ですね。一方で死亡数は143万9809人で戦後最多を記録しています。ですからまあ単純な話ですけれども、1年で約60万人人口が減っているということです。しかも今の減少ペースっていうのは当初の想定よりも早いっていうね。国立社会保障人口問題研究所の平成29年推計は、出生数が80万人を切るのは令和12年と予想している。今年の出生数が80万人を割った場合、8年前倒しで推移していることになる。日清基礎研究所人口動態シニアリサーチャーの天野かな子氏は、そもそも初婚同士のカップル数自体が激減傾向にあり、急速な未婚化が進行中だ。そこに経済面で盤石な共働き世帯を目指す今の若者世代が現在の労働市場構造での初婚を迎え、今の若者世代が現在の労働市場構造での結婚を手控え、出生数減少に拍車がかかった可能性もある。今後も毎年 3,4 万人は減り続ける。今年の出生数は80万人を下回るのは確実だと分析している。政府は経済財政運営の指針骨太の方針案に少子化対策として、妊娠前から妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援の充実、仕事と子育ての両立支援などを明記した。安定財源については社会全体での費用負担の在り方を含め幅広く検討を進めると書き込んだ。国難の克服に向け実効性が問われる。なんかもう八方塞がり感ありますよね。給料もずっと上がらなかったわけですし、それでいてまあ税負担とかそういうものってどんどん増えていますよね。だから逆にまあ子供増える方がおかしいというかさ。しかもですよ、結婚考えてらっしゃる方っていうのは結構いると思うんですよね。ただこの2年、まあ、約もう3年になりますけれども、コロナ禍っていうのもあってまあなかなか難しかった。こういう状況ですから、今年の出生数80万人割れっていうのも十分に考えられます。政府もどこまで本気なのかなっていうのはありますよね。ただ菅政権の時に決断したですね、その不妊治療の保険適用、これは大きかったと思います。この少子化の話をすると、じゃあお前はどうなんだってやっぱり言われてしまうし、まあそれも当然だと思うんですよ。ただこれまあやっぱり授かり物なので、まあその僕ら夫婦もいろいろ努力はしてるんですけども、ちょっとなかなかね、今多分その子供欲しいんだけどなかなかできないっていう方も多いでしょうから、いやだから本当難しいわこれ。まああとやっぱりその未来を担う日本人を育てるという意味で社会の理解促進というのが必要になってきます。よくなんか昔はこうだったって言われることあるんですけど、今昔じゃないからね。例えば不妊治療に対する認識っていうのもどこまで進んでるのかなっていうのはあるわけですよ。その不妊治療って今日このタイミングに病院に行かなければいけないっていう時があるわけですよ。でそういうのをやっぱりその企業というか、まあ、その広く社会でまあ共有してですね、あ今日はそういう日なんだということで理解していただくと、まあ、多分その若い方というかその、ね、子供欲しい方も、まあ、その前に進めるんじゃないでしょうか。あと子育て関連で言うと、その所得制限とかさ、そういうしょうもないものはやめるべきだと思うんですよ。支援があればより子育てってしやすくなると思いますし、だからそういうものがあればじゃあもう一人とかさ、考える方も出てくるでしょう。そして子育て世帯のやはり控除、これも増やしていかなければいけないんじゃないでしょうか。骨太の方針って言いますけど、もうすでに骨折してるような状態ですからね。まあそれでもなんとか前に進めるために変えていかなければいけない。最後にお知らせなんですが、12日日曜日に宇都宮で公演をやらせていただくことになりましたので、まあこれ詳細は動画説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。あとチャンネル登録もお願いします。